ライトアップされたミレニアムドームミレニアムドームはイングランドのロンドン南東部グリニッジ半島にある世界最大のドームの急所現在は複合施設ザオー2となっている。ドームは12本の黄色いマストからケーブルによって釣られている。設計者はリチャード・ロジャース。イギリスのミレニアムプロジェクトの一環でミレニアムコミッションが開発の支援をしており、 2000年1月1日にミレニアムドームという名称で一般公開された。このドームは当初展覧会ミレニアムエクスペリエンスの開催を主な目的としていたが、プロジェクトには収益の悪化など相当な問題があり、同年12月31日、展覧会終了と同時に一時閉鎖となった。2005年にアンシュッツエンターテイメントグループが命名権を取得して、 東ドームの再開発を行い、大規模娯楽施設、ザオー2として2007年6月23日に再開業している。施設内では、ジェム・ファイナーが作曲した、ロングプレイヤーという演奏時間が1000年かかる曲が2000年1月1日に演奏を開始した。上述のドーム閉鎖中及び、ザオー2再開業後も継続されており、 2999年12月31日に終了する予定である。上空からの俯瞰ミレニアムドームは単一の屋根を持つ構造物としては世界最大規模のものである。その外観は100メートルの高さの黄色いマストに釣られた巨大な天幕である。ちょうど声援を12等分した位置に立つマストは12の時間と月を表現し、 グリニッチ標準時の役割を象徴している。屋根は貝殻のように波打った円形であり、直径は365メートルであるが、この数字も1年イコール365日を象徴した値となっている。1951年の英国博覧会に際して建造されたドーム・オブ・ディスカバリーを解雇する意味をも持つ。この象徴的で巨大な建物は、 英国のランドマークの一つとして著名となっており、ロンドンの航空写真でもよく目立った存在である。ミレニアムドームとかなりいい、ワーフ設計はリチャード・ロジャース卿、管理はロバート・マッカルパイン卿である。構造設計はビューロー・ハッポルド社によるもので、膜構造の屋根の重量がドーム内に含まれる空気よりも軽いという徹底した軽量構造である。 ケーブルネットワークの釣り構造である。天台はテフロンでコーティングされた対候性のガラスセニ製で中央の高さは50メートル。ブラックウォールトンネルからの通風口のせり上がりなどの細部を除けばほぼ対象型を成している。このプロジェクトではドームの建造以外にグリニッジ半島全体の再開発も行われた。もともと 1951年の英国博覧会の開催地の選定の理由の一つとして、この地域の再生も含まれていた。当時、1889年から1985年までのガス製造業の影響で、半島付近には有害な廃棄物が堆積していた。マイケル・ヘーゼル・タイン副首相は、ロンドン都心の過密状態を緩和するためにも、 この地区の汚染を解消して利用可能にすることに対して積極的であった。そしてロンドン東部とテムズ川南部の大規模再開発のための法案を出し、テムズゲートウェイ計画を指導させた。小ミレニアムエクスペリエンスは1999年12月31日から1年間開催された博覧会である。なお、閉幕後にニューラナークのビジターセンターにて、 ニューミレニアムエクスペリエンスが開催されている。MDN 編集部、一度見たら忘れない奇跡の、建物遺災を放つ世界の名建築100、MDN コーポレーション、2017年、101ページ。ISBN 978から4から844366447。ロンプレイヤー公式サイト、ミスワールド、ギャフスビハインドハー、ボリウッドアヘッド。 デイリーニュースボンジョビオープンニューオーツーベニューありがとうございます